ドレスローザ？素敵な名前ね。まあ、そこも大変な国なんだけどな。準備 OK よ。いつでも行けるわ。よし、行くぞお前ら。リム。え？海原を埋め尽くす大円か。天空から見下ろせばさぞ絶景だろうぜ。さあ始めようか。なるほど。どういうこと？最後の仲間が合流し、ついに揃った麦わらの一味。炎の巨像も退け、奪われたすべてのキューブを取り返した。最後に挑むは、動乱の国。凶悪な七部会が彼らを翻弄する。自称、騒乱の王国。ドレスローザの戦い。俺はずっとあんたに礼が言いたかった。ありがとう。
なっているの？町の中はひどい状態ね。空を覆ってるあれは何？鳥かごよ。この国の象徴のようなもの。ドレスローザってことはまたあいつらと戦うことになるんだよな。あいつら？この国にはドン・キホーテファミリーっていうおっかねえ奴らがいて、現実世界ではそいつらとの戦いになっちまったんだ。私、サンジ君、チョッパー、ブルックの4人は途中で離れたんだけど、かなり激しい戦いだったみたい。ここでの結末はどうなったの？あん時は俺がドフラミンゴをぶっ飛ばした。じゃあ決まりね。そのドフラミンゴを倒しに行きましょう。レッツゴー。ノリが軽すぎるわ。マリンフォードの事件で自分たちの力を知った一味はそれぞれに力をつけ、2年後に再集結を果たした。道中、海賊のトラファルガー・ローと同盟を組んだルフィは、王家七部海ドン・キホーテ・ド・フラミンゴが統治するドレスローザ王国に到着した。ここでド・フラミンゴに連れ去られたローの奪還に動き出したルフィだが、その最中国に渦巻く闇を知り、ド・フラミンゴの討伐を決意する。そしてついに麦わらの一味はドレスローザ王国の闇を国中に暴くことに成功。怒れるド・フラミンゴは全てを葬り去るため、鳥かごなる大技を発動したのだった。ということは、フラミンゴがやったの？いや、建物とかが崩れてるのはドン・キホーテファミリーの幹部がやったんだ。みんなの家を壊すなんて、ド・フラミンゴ以外にも悪い人がいるのね。なあなあ、まずいまずい。そんなことって、佐々木さん、国王とフラミンゴを信じてたのに。ひどいわ。私たちずっと騙されていたのね。そんな嘘だろう。10年前のあの事件も奴らが仕組んだことだったなんて。平和を愛していたかつての王を極悪人に仕立て上げ、それを倒して英雄になることで国を乗っ取っていたなんて。ねえ、今の話って。ええ、似ているでしょ。あの時のアラバスタの状況と。ドレスローザでもあれと似たようなことが起こる。ド・フラミンゴの野郎は10年前にまんまとやり遂げやがったのさ。けどそいつはすでに明るみになってるみてえだな。どうりで鳥かごが発動されてるわけだぜ。どういうこと？あいつは全てをもみ消すつもりなんだ。この国の真実が漏れる前に島中の人間を皆殺しにすることでな。ひどい。大丈夫だ。そんなこと俺たちがさせねえ。
ドレスローザの国民たち、および客人たち。真実を知り、俺を殺してえと思うやつもさぞ多かろう。だからゲームを用意した。この俺を殺すゲームだ。俺は王宮にいる。逃げも隠れもしない。この命を取れれば当然そこでゲームセットだ。もう一つだけゲームを終わらせる方法がある。今から俺が名前を挙げる奴ら全員の首を君らが取った場合だ。ビンゴのやつ何言ってんだ。忘れたのかルフィ。俺たち懸賞金をかけられたんだよ。見ろ、こいつらこそがドレスローザの受刑者たちだ。国のため、仲間のため、家族のためだ。遠慮しねえでぶっ殺してやれ。この国の全員がハンターだ。ドフラミンゴのいる王宮に向かいましょう。鳥かごが閉じる前に蹴りをつけねえとな。よし急ぐぞ。よし急ぐぞ。ごめんなさい。あなたはずっとそばにいてくれたのに、私ずっと気づかなくて。いや、気づかなくて当然さ。おもちゃにされた人間の記憶は人々から失われる。気づけって方が無理ってもんさ。うん、人がおもちゃにされた。ああ、ドン・キホーテファミリーの幹部シュガーってやつの能力だ。おもちゃに変えられた人たちは昼は人々を楽しませるおもちゃとして過ごし、夜は闇取引を行うための交易口で誰にも知られることなく働かされ続けていたのよ。そしてそのシュガーを見事に倒し、みんなを元の人間に戻したのがこの俺ってわけだ。本当に？おいおい、疑ってんのか？今の話は本当よ。その証拠にウソップには私たちの中で一番高い5億もの懸賞金がかけられているわ。そう、ウソップって実はすごかったのね。実はって、あのな、こんだけ一緒に冒険してきてそれはねえだろう。おい、そこの岩山、新しくできた王の大地みてえだな。おや、何かありますよ。あれを。こいつがこの王の大地へ上がるリフトか。びくともしねえな。鍵もかかってんのか。厄介だな。王家の門が刻まれてる。王族なら何か知ってそうね。王族か。
俺たちが話せそうなのはレベッカだな。ルフィ、レベッカに会いにコロシアムに行こう。ああ、わかった。ねえ、待って。レベッカって？弁当を3つもおごってくれた。いいやつだ。いや、それじゃわからねえだろう、ルフィ。レベッカはドフラミンゴの策略で国を追われた戦王の孫だ。捕まってコロシアムの剣闘士にされちまったのさ。それに今は私たちと同じく懸賞金をかけられているわ。大変！それじゃ早くそのコロシアムって場所に行かないと。お？さっぱりわからねえ。ということは、あ？そこの階段。そういや、前にコロシアムに行ったとき通ったかもな。あ、おい、やめろって。海兵が一般人に武器を向けんのかよ。違う、体が勝手に。うわー、ダメだ、自分じゃ止められねえ。まさか操られてるってのか。 やめて撃たないで。くそ、レディーが危ねえ。行くぞお前ら。みんな行けるよな。さあ、準備はよろしいですか。そこを動くなよ。くらえ。まだだ。行くぞ。そこをどけ。俺の方が強い、それだけだ。礼はいいって。それよりレディ、怪我はなかったかい？はい。しかし一体どういうことなんですか？この海兵さん、自分の意思ではなかったようですが。ドフラミンゴの糸だ。あいつが町中の人を操ってんだ。ええ、この海兵さんだけじゃなく何人もね。大勢の人を糸で操って危機を煽り、助かりたければ懸賞首を枯れと促す。それがドフラミンゴの狙いなのよ。あの野郎、ろくでもねえことを考えやがるな。ねえ、このままだとレベッカが。ああ、こいつは急いだ方がいいな。恐らくだが、この道をまっすぐ進めばコロシアムに着くはずだ。よし、みんな行こう。Thank you.
どうフランキー、この道に見覚えはある？お、思い出してきた。コロシアムはこの先で間違いね。おい、本当に合ってんのか？ゾロは口出ししちゃダメ、方向音痴なんだから。よっ、リムさんは分かっていらっしゃいますね。言えたぞ、コロシアムだ。大きな建物、あの中にレベッカがいるのね。おう、多分な。この辺も大変なことになってるみたいだな。さすがに大会は終わってるか。どうせなら俺も出てみたかったんだが。大会？なあ、このコロシアムで行われたエースのメラメラの実が優勝賞品になった大会。って、あのエース？ルフィのお兄さんの？まあな。だからルフィもルーシーって姫を使ってその大会に出場したんだが。サボが来てメラメラの実を食うって言うから途中で入れ替わったんだ。死んだはずのサボが現れた時はすげえ驚いたけどな。サボ？また知らない人の名前ね。その人は誰？結局メラメラの実はどうなったの？リム、悪いけど話はそこまでよ。早くレベッカを探さないと。あ、そうだったわ。コロシアムの入り口はどこにあるの？それならこの道を進めばあるはずだ。よし、みんな行こう。なんか聞こえたような。
が降りちまってるな。これじゃ入れねえぞ。うーい、中に誰かいねえのか。反応がねえな。ここにそのレベッカちゃんがいるんじゃなかった？おかしいな、ここにいると思ったんだけどな。まずはこの辺りを探してみましょう。あまり遠くへは行ってないはずよ。チエンタフルール、クロトワマーノ。ぶっ飛ばしてやる。準備はよろしいですか？ニューワーハドエルボー。まだまだいけるか。オチエンタフルール、クロトワマーノ。こいつ強えな。ギアセカンド、ゴムゴムの。してるぜ麦わら。あれだけ殴ったのが効いてねえってのか。クソ頑丈のやつ。悪魔の実の能力は俺が奪ってやる。お前が本当に欲しいのはこれだろバージェス。てめえは弟とその仲間に手を出すな。サボ
行くぞ、お前ら。私にも海賊の意地がある。これを食べて。ありがとう、ロビン。凍える剣、コツとご覧あれ。ニューワー。刀がうずき。一刀流、いよい、シッソンソン。こんなもんか。甘えな。竜爪剣。竜の勇気。ウィー死ぬか麦わら。切り替えがありそうだ。一刀流、いよい、シッシッソンソン。波動エロー。やるな。そちらに向かいます。ソウルソリュー。俺が かかれば大丈夫よ。はっ、行くわよ。強そうだな。でも俺は差別はしねえんだ。ウィハハドエロー。俺は諦めねえぞ。凍える剣、コツとご覧あれ。はい。やるな、ルフィ。強くなった。今ならサボにもエースにも簡単には負けねえ。そうか。それからエースのメラメラの実だが、俺が食っちまった。構わねえ。それが一番だ。必要な力なら残らず手にするわ。こんなところで満足はしねえ。俺はまだまだ強くなる。サボ、一緒に戦ってくれてありがとな。気にするな。あ、レベッカ、ちょうどいい。お前に用があったんだ。え、その声、あなたもしかしてルーシー？ちょっと手伝ってほしいんだ。一緒に来てくれよ。でも、どこに？あそこでミンゴが待ってる。上に登るために鍵が必要なの、レベッカ。鳥かごが閉まる前にミンゴのやつをぶっ飛ばさねえと。逃げたか。以降ルフィのバックには俺がついてる。よく覚えとけ。あなたもルフィのお兄さんなの？お前、エースのことも知ってるのか？ええ、あの戦場でルフィと一緒に戦ってる姿を見たわ。そうか。あいつは強かっただろう？すごく強かったわ。押し寄せる海軍の人たちを次々倒していた。
それは見たかったな。それにしても、3人ともあんまり似てないのね。俺たちは義兄弟だからな。ん？まあでも、そんなことはどうでもいい。あいつは弟で、俺たちは兄。ルフィもエースも俺の大事な家族だ。エースにはエースの、ルフィにはルフィの冒険がある。俺はそれに口を出さないが、もし俺に助けを求めるなら、世界のどこにいても駆けつける。そう。悪いな。助かったよ。見て、こっちにも道があるわ。どこにつながってるのかわかんないけど、とにかく進んでみるしかないわね。レベッカ、お前は戦わなくていいからな。え？安心して、あなたは私たちが守るわ。その姿、剣闘士なんだよね。あなたは
戦うのが好きなの？違うよ。でも戦ってでも手に入れたいものがあったんだ。手に入れたいもの？私、兵隊さんともう一度暮らしたかったんだ。そのためにはどうしてもメラメラの実が必要だったの。そう。ねえ、その兵隊さんって？兵隊さんは私を育ててくれた人。それに忘れてたんだけど、私のお父さんなの。じゃああなたのお父さんも？うん。ドフラミンゴの手下の力でこの国の多くの人は大事な人を忘れていたから。ひどいことするわね。私はドフラミンゴってやつ嫌い。同じだね。私もよ。ねえ、いないわ。そう、ごめんなさい。なんだか悪いこと聞いちゃったみたい。ううん、大丈夫よ。私にはアディオがいるもの。そう、大切な人がいるんだね。大切な人。危ねえ連中がいんのかよ。見て、誰かが道を塞いでいる。レベッカ様、よかった、ご無事だったのですね。なんだ、レベッカの知り合いか？ううん、初めて見る人よ。ええ、おそらくレベッカ様は私をご存じないかと。私はレベッカ様のおじい様に仕えていた元兵士。陰ながらレベッカ様をお守りしようと剣闘士になったのですが、一度もお会いすることなくおもちゃにされてしまっておりました。そう、大変だったんだね。やっとこの姿に戻れましたので、レベッカ様をお守りすべくコロシアム周辺を探しておりました。しかし情けない、こんな事態になるまで私は何もできなかったのです。違うよ、あなたが悪いわけじゃない。そうだぜ、悪いのは全部ドフラミンゴじゃねえか。はい、まさに。かつて陸王様を騙し
ドレスローザを散奪しておきながら、さらにこのような暴挙に出ようとは。あの平和だった国が今は見る影もなく、私は国を愛する者として悔しくてなりません。ええ、その気持ちは私も同じ。私だって大好きな人と平和に暮らしたかっただけなのに。大丈夫よ、二人とも。え？だってドフラミンゴはルフィがこれから倒すもの。そうでしょ？ああ、あいつは俺が必ずぶっ飛ばしてやる。だからレベッカ、心配すんな。ルフィの言う通りだ。ああ、その前にレベッカ、リフトを動かしてもらいたいんだ。ああ、そうだった。そんじゃレベッカ、そろそろ行くか。この辺り、私たちが最初に通ったところよ。では、また同じように進めばリフトにつけますね。大好きな人と平和に暮らしたいか。私も同じなのかも。あ、なんか言ったか、アリム。あ、ううん、なんでもないわ。ほら、先を急ぎましょう。ん？まあ、いっか。ねえ。そう、でも。あの山の下にある扉が開かねえんだ。王宮に上がるリフトならわかるけど、とにかく見てみるよ。レベッカ、このリフトの扉の開け方がわかるかしら。このリフト、王の大地と同じ。これなら開けられると思うよ。ちょっと待って。よし、待ってろ、ドフラミンゴ！何か降ってきたぞ。ありゃ人じゃねえのか。行ってみましょう。ドラオじゃねえか。ひどい怪我だ。動いたらダメだぞ。おとなしく言うことを聞く気はないみたいね。いけませんよ、無理をしては。俺の問題だ。邪魔すんじゃねえ。どういうことだ。13年前、俺は恩人をドフラミンゴに殺された。元ドン・キホーテファミリー最高幹部コラソン、俺に命をくれた人だ。ドフラミンゴを倒すために俺は生きてきたんだ。さっきは油断したが、今度こそ行こう、ドフラミンゴのところに。ダメだぞルフィ、傷だらけの牢を動かすなんて危険だ。怪我人の世話は俺に任せろ。
一人守るくらいわけはねえ。頼んだぞ。行くぞ。よし、行くぞ。下はこっちか。ああ、てめえの頭の中ではな。
るな、フランキー。褒めたってなんも出ねえぜ。街の原型すらとどめてねえな。さそうね。みんな、宝箱を開けたらすぐ引き返すわよ。
昔トラオさん、あれから気絶したままですね。そういえば、恩人を殺されたって話していたけど。ドフラミンゴは非情な男だ。奴やその仲間に命を奪われた人間は数知れない。ずいぶんジメジメしてるわね。あ、大丈夫？滑るから気をつけて。うん、ありがとう。行くぞ。なんだこいつらは。剣士ならこのぐらい珍しくねえと思うかな。ここウーシーと一緒に来たとこに似てんな。ウーシー？あ、牛のウーシーだ。やっぱりルフィは面白いな。私の音楽聴いていただけますか？今からそちらに行きますので、パンツ見せてもらえませんか？助けてくれたら嬉しいわ、ブルック。俺の方はいつでもいいぞ。やっと俺の出番か。ジャンブポワルアフレールスペクトー。聞かねえな。みんな、いけるよな。
次はドイツだ。ゴムゴムのガトリング。私は準備できてるわよ。サンジ、これいただく。竜槍剣、竜の勇気。俺たちには切っても切れねえ絆がある。にしし、そうだぞ。向こうから風が吹いてる。みんな、そろそろ外に出るわ。あそこにいるのって。よし、変な野郎だ。いきなり寝始めやがった。おいおい、こっちは賞金首が自分から来やがったぞ。全て切り刻んでやる。なんだこいつ。おお、キャベツじゃねえか。待てルフィ、こいつの殺気普通じゃねえぞ。残らず切り殺す。切り裂いて、切り刻んで、切り落としてやる。あ、あいつ急に黙ってどうしたんだ。ウソップ、油断しちゃダメよ。彼とんでもないスピードの持ち主だから、下手すると一瞬で首と胴が離れて死ぬことになるわ。いやー、こっち向いた。これやべえな。上等だ。全員蹴り飛ばしてやる。ブルジャンブ、プルミエールアッシュ。まだだ。いやビビってるな。よし、みんな準備できてるな。パワーでいくぞ。ソウルソリッド、やりやがったな。フランキーラディカルビーム。まだだ。くそ。トレインタフルール。まだだ。
双剣、竜の息吹。まずい、その程度だ。くさ、私が相手をしましょう。ニューワー。フランキーアイアンボクシング。あいつらは俺が片付ける。よし、交代だ。俺が万能役になるんだ。よほほほほ、助かります、チョッパーさん。おう、まだまだ。いいわ、任せて。トレインタフルール。フリッ。始めますか、スペシャルライブ。ソウルソリッド。覚悟しな、俺はもうフランキーアイアンボクシング。すぐに黙らせてあげるわ。みんな、行くわよ。え、トレインタフルール。三刀流ボーサンダーランス。108ポンド。シャッター。テンポ。この俺が。敵も味方も関係なしの人斬りに変わるとはな。斬撃の速度はなかなか厄介だった。力が戻ってきました。今週の俺はスーパー強えぞ。私の成長は止まらないわ。麦わら、そしてトラファルガロー。何しやがる。僕の人気を返せ、最悪の世代。何すんだ、こいつは俺の仲間になったんだ。なってねえよ。気がついたか、トラオ。ドフラミンゴをぶっ飛ばしに行くぞ。なに、それは僕の役目だ。ドフラミンゴを討ち取り、さらなる人気を得るんだ。なんだ人気って。考えてみろ、ドフラミンゴほどの凶悪な海賊を倒せば新聞社が放っておかない。
朝から連日取材が殺到。こんにちは、スーパースター。あ、待ちたまえ。ドフラミンゴは僕に任せるんだ。いや、せめて僕も連れて行け。